カキンゲームズ。ブンブンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今日もね、フォートナイトやっていくんですが、なんと本日、とんでもなく力強いフォートナイトの僕のコーチに来ていただきました。もう本当にね、すごい方なんですよ。それでは、私ヒカキンのフォートナイトコーチ、どうぞ。失礼します。それ最近ショット皆さんこんにちは、最近コーチです。はい、それではフォートナイトのね、もう数々の経歴を少し話してやってください。そうですね、私としましては、約2年ほど前になりますでしょうか、伝説の技を見出してしまいました。そうです、フォートナイト界一世を風靡した、あの最近ショットという技ですね、こちら本日伝授していきたいと思います。ありがとうございます。あとね、ビクロイ経験もございます。そうですね、やはり過去に2回ほどビクロイしてますね。いやすごいな、やっぱコーチは。まあ、まだまだですがね、私も、自称数々の強豪を育ててきたということ で、ゲームのね、大会出るような強豪の人ってコーチつけたりするっていうんですよ。だから、ね、僕の専属コーチと今回なっていただきました、そうですね。じゃあまずコーチ、あのスキンはどれにした方がいいですかね。そうですね、やはりスキンはローグエージェント。ローグエージェント、ローグエージェントですね。ちょっと僕それ持ってないんですけど、あのヘルメット系ですよね。あ、こういう系だ。そうですね、あ、ちょっと似てますね、これはね。グリッド、これですね、とか、あ、そんくらいしかいないかも。やはりヘルメット系が強いです。じゃあグリッドでいきます。いいですね、ちょっと似てますね。はい、これでいきます、ね、うん、はい、まあソルタは好きなものでいいでしょう。わかりました。はい、お、いいですね、結構ローグエージェントっぽい。全てもう指導してもらって、その通りに動けばビクロイできると思うんで、いきたいと思います。じゃあ講座を開いていきましょう。かすめ、あ、先生始まっちゃった。先生、これ、これはビクロイ確率が今この進路でいったらどこが一番高いですか。これはやはり、やばい、ザ・オーソリティ、ザ・オーソリティ、ザ・オーソリティに降りましょう。何メートルで降りた方がいいですか。今1000メートル、もう降りましょう。降りも、はい、もう今すぐ、はい、ザ・オーソリティの下に行き過ぎる、少し余裕を持って、ザ・オーソリティどこ降りた方がいいですか。やはりあの電話ボックス、電話ボックス直、電話ボックス直です。電話ボックスいくつかあると思うんですけど、あの内側のやつですか。内側っつうか沈んでる方、沈んでる方、沈んでる方というか、その堀の深い方、堀の深い方、そうです。どっちどれ、逆側でしょうか。逆側になりますね。 え、そんなありましたっけ。このここじゃなくて、このそこでもいいです。青宝箱です先生。青宝箱をまず取ることが大事。ジャンプパッドです。ジャンプパッドよりもまずは青宝箱で武器を取る。おー、さあ金アサル、金アサル、これ飲んでいいですか。金アサルと噛んだらいいですか。そうです、飲みましょう。まず あそこに敵を降りてます。あそこに、2人、あれどうしたら倒した方がいいですか。あれは倒さなくていいです。倒さなくていい、倒さなくていいです。どうします。電話ボックスに入って、電話ボックスに入って、電話ボックスにすぐ入ってません。地下に、地下、敵来ますよこれ。おー、敵敵敵敵、それを倒しましょう。ちょっと1回入ります。1回入ります。よっしゃ、よっしゃ。どうでしたか今のは。今のは、何が悪かったんですかね。今のは運が悪かったでしょう。運ですか。運の問題です。しゃがないこれは。もう一回いきましょう。手術は関係ない。いやでも運だけです。やっぱ先生の言うとおり言ったら青宝箱があった。そうです。あれジャンパー持ってもうどっか行くとかもあったんですかね。いやでもしかしですね、できればこの中に入って、変装してすぐここに入って。あー、いや先生リベンジしたいんですけど。うん、やはり攻めるのであれば、こっち。うわー、マウスいじってる先生が。勝手にマウスいじって、これ何もしないのに。あ、やりだした。教習所、教習所みたいだ。ここですね。あ、もう取りましょう。あ、取ったらいいですか。はい、そうです。で、まずできれば何か武器一つを取って電話ボックスに入りたい。武器取って、できれば、ただしなければもういきなり電話ボックス入って地下に入るという手もありますね。なるほど。なかなか低いところに行きますね。これそうですね、武器を取って電話ボックス、本来はその方が安全かと思いますね。結構いいとこ飛んでますよね。いいですね、非常に。武器を取って、まあなければ、まあいいです、電話ボックスに入って、いきなり直売、はい、直球でもあるんですね。これね、すぐ地下に行けばいい、意外と来ませんから敵。はい、すぐ入って地下に入る。はい、
はい、はい、急いで今すぐ近くスプもあったけど、いいですね。いらないです、こっちで。もうすぐそこ落としてる。入ってすぐ右、すぐ右。はい、閉めて閉めて。はい、木を、そうです、そうです。そして奥に奥に、もう奥へ奥へと。奥。奥で。あそこの武器ボックスを開ける。ちょっと待ってください。そこに壁を作るという手もありますよ。ちょっと待ってください。はい、壁を作る。壁を作る。先にここに壁を作る。そうすると壁作れない。作れない。そういう場合は、開けましょう。はい、開けましょう。これはいい武器が入っていました。いました。サルト。よーし。そしてここに、ここの、あの、回復のあれを。大丈夫、意外と来ません、ここ。これ。そうです。それを壊す。それを壊す。はい。そして、そこの、そこに階段をこっち向きに作る。え、こっち向きに階段を作る。そうです。そして登る、そうする。はい。それそこに穴を開ける。こちらに穴を開ける。あ、これでいいですか。そこでもいいです。そこでもいいです。それでもいいと思います。そうすると、もう一つの、もう一つのボックス。よく知ってるんですね。意外とやってます。怖い。大体マシンガンが出ます。マシンガンを一つ、そうですね。それで、逃げましょう。え、ボス倒せますか？ボスを倒しますか？倒すという手も。あーっと、ボスが。その気配が。いやー、人がいる。大抵。うまいぞ、あれは。うん？おお、いっぱいいる。人がいっぱいいる。あれで倒した方がいいですか？倒しましょう。あれ？うん、逆からもう一人。なんかグラップラー持ってませんでした、今。持ってたかもしれない。あの人が倒したのかもしれない。倒した人は。あああ8。これはまず。HP が8。これはかなり厳しい。さっきの道に戻った方がいいかもしれませんね。マジですか？一旦こっちに逃げていいですか？一旦こっちに逃げましょう。人いたんですけど。逃げましょう。おお、誰かいた。誰かいた。ここで入って、入りましょう。うわあ。おお。何が悪かったんですかね、これね。運が悪いということでしょうね。犬を飼って犬のせいか。別にオーソリティ難しかったんですけど、次どこ行った方がいいですかね、これ。変えますか？いや、オーソリティ。先生は厳しいな。何メートルですか？飛びましょう。飛びましょう。早いっすよね、先生開けっていうの。早めに飛びます。私いつも900メートルぐらいで行くんですけど。なるほど。それあまり低くなりすぎないよ。ないよ。低くなりすぎて届かないというのが。なるほど。致命的なんです。じゃあこんくらいで。そうですね。私は安全主義なので、もう少し高い位置で飛びますがね。あ、そうですか。先にね、降りられるところ。まあそうですね。大体みんな早いですね。早いな。私最近飛ぶの隕石の練習ですね。あ、いいですね。うん、あれなんだかね、前に進むのが早く感じない。あれは少し早いんじゃないかな。まあでも上に乗るタイプが強いですからね、今。あれはどうしましょう、どうしましょう。とにかくやはり電話ボックス。電話ボックス同じことするんです。必ず同じことをするとうまくいきます。やばいっす。それを取ってすぐまず電話ボックス、すぐ返信。やばいっす、やばいっす、やばいっす。知ってますか？またハンティングライフル7発しかない。十分厳しい。ここまでは同じことですね。先ほどと同じような。おお、紫の何か。紫ジャンプパッド、ジャンプパッド。室内で使えないですね。室内ジャンプパッド。ここに開けて。そうですね、開けましょう。あ、ボスの声してる。うん、ここは大体ボスが近いんです。それもう一つ宝箱が一つ。あ、うん、そうです。そしてあそこの樽を壊すこと。しゃあ、樽を壊し階段を作り、そして登る。そうするとボスがいる可能性があります。樽を壊す、そして階段を作る。階段を作る。そうするとこの上が壊れる。それによってすぐ一つ宝箱がこの上にあるのが壊れる。そしてチャージショットが紫。大好き。じゃあこれと入れ替えて、でそいつそこに、そうですね。あれ？そこに今足音が。うえあはい。そうですね。来てるように思いますが、大体来ません、ここに。ん？あまり来ません、この人。来てるようですけど、上を取ってみる。あ、来てません、こっち。頭脳筋アサルトライフル。やばいですね、これ。これはかなりの武器ですね。ここは結構激戦区ですから。来てる。ん？すぐそこにいる。すぐそこ。あ、そこにいる。燃やします。燃やしましょう。燃やせ、燃やしていけ。すぐ逃げる。おっと、バレた。さして、そして銃の声しませんでした。ここすね、多分。繋がっているようだ。ジュールズ多分この辺になんか行ってますよ、多分。上かもしれない。上だ、上だ。ジュールズは上。
お、そこにジュールズ、そこにジュールズ、近くにジュールズ、ジュールズを倒せ。ジュールズはさほど強くないはずだ。よし、よーし、よーし、なかなか強い。そろそろだろう。よしよし、撃破撃破。よし、やばい。よしよし、よし、冷静に。素晴らしい。あー、食べよう。これは厳しい。まさかのジュールズの武器は取られてしまうかもしれない。最悪だ。これは厳しい戦いだ。ボロボロだ。ボロボロだ。厳しい。厳しい戦いよ。しかしでもアサルトはなかなかいいんですよね。完全に成長している。アサルト、そしてチャージショットガン、弾が3発しかない。グライダーガンが取られている。上にいる。グライダーガンを取ったのは誰だ。倒したい。倒したら大したもんだ。上だ。グライダーガン持ちを倒したら大したもんだ。これ倒したら取り返せるぞ。俺を取り返したい。しかし男ならば倒したい。逃げていったのか。いや、いると思う。上にいるって気がする。いない。あ、何か動きがおかしいぞ。あいつ動きがおかしい。おお、この人だ。グライダーガンを持っている。冷静に行け。素晴らしい編集。そしてグライダーガンは上に行ったのか。上にいる。よしよしよし、いいぞ。あ、ダメージを与えている。チャージショットガン。お、素晴らしい。建築早い早い早い。これは早い。どこだ。いた。あそこに。さほど強くない可能性があるな。お、いいぞいいぞ。そこにいる。見えている。素晴らしい編集。編集を加え。ちょっと、上を取っていけまい。いた。いいダメージだ。あああ、めっちゃ強い武器。ただなんか、ね、撃ってたんだけど、出る前に撃たれちゃった。グライダーガンが欲しいですよ先生。ああ、俺の武器。いや、でも今頑張って上を取れたってことがちょっと一つ、もうグライダーガンで下から来た時、もうこの世の終わりかと思いました。もうここに吸盤がピシュッて、あの距離から届くんだ。グライダーガンめっちゃ届くんだよね。届くのは知ってたけど、あの一番下のヘンチマンのとこから、天井のあそこの屋上に届くとは思ってなかったね。あの昔のさ、グラップラーより届くでしょ多分。全然届く、ただ不安ってなっちゃうのがね。まあね、ただ強いけどね。冷静に使ったらね、移動が早いから。先生、あの山に光ってるんですけど、奥に。ん、あれはすか、ね、先生なら知ってますか。あれホタルだな。ホタルか。よーし、行きます。まあやっぱり3回目にもなればグライダーガンさすがに取れますよね。そうですね。どこ行きますかね。そうですね、やはりクーラーボックス。失敗2回しても買えないですね。私はひたすら同じところを攻める。確かに、でもあのルートは正筋ムーブですね。正筋ムーブ。ちょっとあれが、ちょっと骨がちょっと怖いんですけど、マジでこの骨尾が、骨尾が逆サイドに行ってる可能性があるんです。逆サイド、いや、こちらに来たか。骨尾、お前
うわこれはまずい。ここに逆サイに行くという手もありますね。おおお、ただまあ彼を倒すという手もありますね。これはまあ、しゃがんでも入れないか、入れないか。よし、とりあえず武器を手にした。あとは変装だ。しかし彼はいる。パンのプレイヤー下にもいますね、うん、そちらの反対側から入るという手もある。んジュールズがいるかもしれない。ありますよね。まだジュールズはやられた感じはしないですよね。まだやられていない。うん、まだ声がしてる。いた、いた。ジュールズ倒しましょう。あ、やばい、一般の人の音がしてる。上にいた、上にいた。バレているようだな。やばいですね。これはまず一般の人を倒したいが、ジュールズが狙ってくる。ジュールズが狙ってくる。これは厳しい戦いだ。のきたー、ジュールズが来た。ジュールズをハープーンガンで倒す。お、いい動きをしている。ジュールズがなかなか倒せない。ジュールズが倒せない。よし、シールドポーション。し、まだ生きてるな。まだ生きてるか。走ってるな。普通の人がいそうだな。いた、ジュールズ。ジュールズ、あー、ジュールズ、ジュールズが強い、強い。ん、来た、ジュールズが来た。うわ、ジュールズが強い。ジュールズが強い。一般の方の足音が怖い。ジュールズが来た。ヘッドショット。なんとしても、なんとしても、んー、なんだ。よし、よし、よしよしよし、これすぐずらかりましょう。止める、止める、止める、止める。俺はいける。信じるんだ、すべては信じること。そして低い低空飛行、そして遠くまで届く。先生、あー、そこに一人行けたんですけど、もっと向こうに遠く、左の方に、左の方に行ける。左の方に逃げる。左の方に逃げる。はいはいはい、そうです。よし、一旦逃げろ。そうです、そうです。先生ありがとう。このようにして調達できたよ。これでグラップラー、今でいうグライダーガン。今名前見てらしたね。最近でいうグライダーガンですね。それとドラムガン。これはなんとか、うん、ジャンプパッド。あ、まあなくてもいけるぐらいですがね。これはいい。しかし位置がバレますから気をつけてください。魚、ただの魚。んあのトラックで回復、トラックで回復、大回復。それはグラップラー、グライダーガン、今でいうグライダーガン。こういって、そうです、こういって、高い位置から飛んで、周りを確認しつつ。これでチャラじゃないですか。これでチャラだ。先生、これビクロイですよ。そうだ、これはビクロイだ。これは温存で持っておいて、うん、そしてあの一応これはもうスラップトラック、スラップトラックっていうんですね、これ。そうです、これが知らなかったな。みんなが求めているスラップ、スラップ、これ乗れるんですよ。これスラップ株式会社のトラックですね、これは。スラップ株式会社、スラップ株式会社、あの有名な大企業、スラップ株式会社。よし、これも乗れるんですよ。これは今、これでスラップ株式会社の社員ですね。でも乗りたくないですよね、うん、乗らなくていいですね。怖いですからね。乗る必要はありません。グライダー感があれば。どこ行きましょう。うわ、お、これは取りに行きますか。取りに行きましょう。もうひたすら動いて動いて、かけよう。ムーブムーブで高い位置を、高い位置につけて飛ぶ。なんか今、ん、なんか今、しかしどんな敵が来ようと逃げることができます。いや、でも取りに行った方がいいですよね。取りに行った方がいいですね。ん、うん、いい、いい動きをしている。ヘリが来ている。隠れますよ、隠れますよ、隠れましょう。いった、ヘリは天敵なんでね。ヘリは突っ込んできます。意外と怖い。何もね、もう開けられた後ですね、これは。ヘリは取りに行ったな。武器が、うん、武器は、まあでもドラムガンとグライダーガンがあれば勝てないことはないです。この後どうしたらいいですかね。もうずっと隠れてるとかですか。最後まで、まあそういう手もありますね。隠れてビクロイという技も私は持ってますから。なるほど、うん、これこっちにしようか。難しいとなった場合はこっちにしようか。チャージショットガンの方がいいでしょうね。
で、まあそうですね、まあ、建築資材ももう少し欲しいところですが、7発やはり7発しかない、まあグライダーガンを持ってますから移動してもいいと思いますね。ずっと隠れるというのはちょっとなかなか、厳しいものがありますから、やはりちょっとだけ銃の弾とかは欲しいですね。他の横の家とか、もう少し家の中を中心に探してみましょう。んよし、素晴らしい。ここは地下がありそうな家ですね。ほんとだ。ヘリだ。これには。おお。よし、ヒュールドポーションをかけるぞ。こっからどういう戦略でいった方がいいですかね、これ。んクラッギークリフス。ここか。なるほど。あんまりクラッギークリフスは私は詳しいですよ。ほんとっすか。えてか、あっちっすね。うん、クラッキー、あー、人が多い。プレザントパークに人が集まる。あそこのあの人はやめた方がいいですか。ハンティングライフルか。ハンティングライフルでよかったのかな。グレネードにしよう。クラップラーという強みを生かして最後の方に行きます。うん、クラッキークリフスに行きましょう。すビクロイを狙いましょう。先生、おしっこが漏れそうなんですけど。おしっこが漏れそう。一瞬だけやっててもらうとよくある。私がやるのは危険すぎる。いや、ここにいるだけでもいいんで見ててもらって。私がやるのは危険すぎると。こっそり見えないように。やらないでくださいね、あんまり。これは厳しすぎる戦いだ。私は普段これでプレイすることはない。最近もうパッドからは離れて何年も経つ。これはまずい。隠れている。これはまずい。ああ、なんか後ろにボタンがある。後ろにボタンがある。よし、難しいな、こんな感じ。ジャンプパッドもあるしね。そして、ああ、マップはこうだな。クラッキークリフスに早く移動しないと。まずい、これはまずい、これはまずいぞ。グライダーが、え、何やってるんですか。いや、早くしないと。え、アンチが、しぼんできてる。イヤホンだ。イヤホン早くして。敵が来てる。え、敵が来てる。冷静に、それがあれば大丈夫。え、そろそろ移動しよう、移動しよう、移動だ。よし、逃げれる、逃げれる、逃げられる、逃げることができる。それが、逃げることができる。それがグライダーだ。グライダー、すべては逃げてなんぼの世界。うまい。よし、素晴らしい、うまい。ただ相手もジャンパ持ってたら追いかけてくるので。すごい、この家は壊されている。このグライダー、人がいた。これはドラムガンで倒せるはずだ。ドラムガン、いや、ショットガンで。よーし、ドラムガンに切り替える。撃てー。これです。先生の言った通り、切り替え。すごい、武器の切り替え。先生、よし、チャージショットが紫。先生、武器の切り替えが大事です。今僕いつもあそこで武器になってショットガンで撃っちゃうんですけど、そこがついやってしまう。私も少し昔はそういうことがありました。しかしそこで冷静に武器の切り替え、そうすると意外と勝てます。そして安全地帯に入ってますね。これはハンティングとかですかね。ハンティング、まあもしくはこれ、そうですね、これにしときますきっと。あ、それの方が安全かもしれません。まあグレネードで威嚇するっていう。あ、シールドポーション。そうですね、なかなか医療キットはもう最後の方になると使えませんから。で、リロード。多分さっきの人走ってくるんですよね、こっち。どうします、これ。やはりできる限り家に隠れていた方が強いですね。なるほど。で、直前でドラムガンを連発。ドラムガンなんですね。ドラムガンです。いくら弱体化が入ったとしてもドラムガンは強い。元マイダスですね。マイダスの元マイダスのあのドラムガン、今やジュールズですがね。娘と言われてますよね。そうなのか。じゃないかと。なるほど。あそこなんですけど、盗賊いかだな。いつ移動しますこれ。あ、もうあと早めに移動しましょう。早めに、もう移動しましょう。向こうに、今 やり合ってますから、今のうちに移動。あそこは私詳しいですから。クラッキークリフス、クラッキークリフス。あ、外れてない、外れていない。よし、これはこの谷を越えて。すごい、ちょっと低い位置に降りてきた。でも一発で登れるんで。登れますからね。こっちから隠れながら行くって手もあります。うん、そういう手もありますね。ただ、なるべく上を取りたいところ。うそうですね、ここですか。そこに登りましょう。ここ登っちゃっていいですか。登っちゃっていいです。そして家に、はい、家に入る。これ、いや、こちらの家ですね。この家、もしくは、そちらの家にもまだ
宝箱が屋根から入るとあるかもしれません。あ、ただここは開けられる。武器強いですよね。武器は強いからね。そうですね。うわっ、蜘蛛の巣が張っている。誰も住んでいないような。あ、宝箱の音がしている。あ、撃ってる音が、てか、あの、出てますよ、上に赤い、うん、ここは安全地帯に入っている。うん、しかしまあ、武器は十分だ。怖いですね、ちょっと壊すの。こうして、ただし、あそこが中心ですね。いい位置にいる。いや、武士。ただ今取る必要はないんではないかと思う。うん、この武器であれば。山の上からジャンプで。ジャンプパッドで。あれ、あの人はあれだ。あ、ショックウェブ。あのショックウェブ。あと5人です。あと5人。どうしましょう、先生。先生にかかってます。これ、デカポ飲んどいた方がいいですかね、3のために。飲む暇がないのであれば、一つ飲んどくという手もありますね。そうですか。うん。3のために。かける。3の、3に泣くものは。なんとかって言うかもしれませんからね。ゴールデンの武器を持ってる。車でなんか。車で落ちてきた。ああ、早い早い。なんだあれ。かなりの速度だな。あれは速度違反。でもさっきそこにいた人が物資を開けないということは、でも相当武器が強い。うん、相当武器が強い。職員がそこにいる。ただこれ車を狙うんであれば無理して今無理をしてはいけない。ここの距離でドラムが怖いです。先生怖いです。なんか。いや、まだ相手は気づいてない。相手同士でやらせましょう、これは。これは相手同士。先生、もう僕怖いです。めちゃめちゃドリフトしてます、先生。あれはプロドライバー見たことないです。ドリフトしてデコイを投げつけるっていう手もありますけど、ここに。これそうですね、やります。ただ居場所がバレてしまうんだ。やめた方がいいですか。どっか行きましたね。やめましょう。ただ、もうきっと巻く時間ないですよね、多分。巻く時間はないと思います。じゃあデコイ、デコイの方が撹乱する作戦で。あと4人です。あと4人。もうビビって何もしないです。あそこに5と表示されるということは、自分を入れて残る4人。そうなんですね。そうです。あの5というのは自分も入った数字がカウントする。来ましたよ、来ました。あそこにいます。あそこに。あ、ただあそこでフレアガンでやっている。フレアガンでもまバレちゃいますね。もうギリギリの戦い。ってことはそこに1人、フレアガン撃ったってことはそこにも1人、1人いる可能性がある。家の中に1人、そこに、そしてそこに1人、そしてあのドリフトマンが1人。ちょっと待ってください。アンチに移動するという手もありますね。え？ただすぐそこだ。え、あんなところ？なんとも微妙なところに。これ先に、これはもう先に行っても危険ですから。はい。できる限りギリギリまで家の中にいるべきです。で、最後じゃあ一気に登って勝つ。最後一気にグライダーガン。こちらは一番有利なグライダーガンを持っています。ただ、あ、もうダメだ。もしマシクは。彼もしくは彼女はもうそっちの家行きます。家に入るという手はあります。ただここは高いので非常にいい位置。ただああ、移動しましょう。ああ、ギリギリです。ああ、ジャンプパッド移動しましょう。移動。こちらはグライダーガン、グライダーガン。ただそこにいるので家の中に隠れるという手もあります。ただここ、そして登るんで、登って家の上に登りましょう。家の上を取りましょう。ここは危険。グライダーガンで飛んで外に出てすぐ家の上を取る、もしくは丘の上。アンチが迫ってきている。丘の上。丘の上ですか。丘の上。上を取りますよ。上を取る。上を取る。そしてすぐ下にいる。上を取った。上を取った。ここで囲むんだ。囲って少し囲いましょう。わかりました。自分の家を作りましょう。はい。で、そうです。ここでしっかりちょっと縦建築でいわゆる高さを出す。高さを出していく。高さを出し、ここで高さを出していく。高さを取れば勝ちる可能性が。デコイ投げていいですか。デコイ投げましょう。もうそこに。てか打っていいですか。一人二人打っていいです。打ちましょう。もう、うまい。勝負をまだかけないで、デコイでかくらむ作戦。向こうにも人入れたかもしれませんね。あれは人っすよね。あれは人だ。やってるやってる。ただいい位置にいます。非常にいい位置にいますよ。あ、あれはいっぱいいる。ん、デコイが戦ってる。あれデコイか。僕もデコイです。なんで矢印が出てるのかと思った。お、まあ、あ、これは移動して燃やされた。高い位置を取って、まあ、グライドします。あと4人入ってドラム、あ、まだ4人か。ギリギリまで下行きます。上行きます。下に降りましょう一旦。そしてグライダーガンで移動ができます。どこ行きます。こっち、上を、上に取りましょう。この上を取りましょう。グライダーガンであのギリギリのここを取って、はい、ここに移動。そう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 。そしたら、そして囲う、囲う、しっかり。あそこは、あそこに上に攻めるという手もありますけど、まだあと3人残ってますから、冷静に。そしてアンチがギリギリ、アンチがギリギリ入ってはいる。ギリギリ入っている。これはもうギリギリの戦いだ。
高さを取られているから気をつけて。ただ一瞬で上を取ることができます。まだまだギリギリまで奴らに戦わせる。奴らをギリギリまで、あ、ダメだ。さあグライダーが上を取る、上を取る、上を取る、とにかく上を取る。下は危険です。上を取る、上を取る、そうです、ハイグラウンド、そう、ハイグラウンドバトル。どうして近くに来た。ドラムガンを使うんだぞ。ドラムガンを使うんだ。どうします。一回外に出よう。外に出ます。外に出ましょう。そして上を取る、上を取る、そして上を取る、ハイグラウンド、ハイグラウンド、ハイグラウンド、グラウンド。で、そして床を作る、床を作って、もう下に、下に、上に落ちない、上に来させない、上に来させない、上に来させない、自滅する可能性が出てくる。冷静に、壊されたらどうします。大丈夫です、グライダーガンがあります。グライダーガンに構えておきましょう。グライダーガン、グライダーガンを使う。そうです、そして、で、どうします。冷静にドラムガンを撃つ、ドラムガンを撃つ、撃ち込む。左の方にドラムガンを打ち込む。ドラムガンを頭に持たせてくる。うわぁ、ドラムガン惜しいです。先生ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかの戦いでしたよ。惜しかったですね。なかなか見たし、彼または彼女はギャラクシー、すごい宇宙の戦いでした。宇宙レベルの戦いを。最後でも、うん、僕ら勝ってたんですよ、うん、ストームで死んだんですよ多分。そうですね、世界一今レベル高い戦いしてた。非常にいい戦いをしました。皆さんも参考になったと思いますが、あの先生もゲームチャンネルやられてますので、はい、ご覧ください。はい、また更新頑張ります。どちらもチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひお願いします。バイ。 See you next 世紀ショット。